路線バス。路線バスとは、一般道路を主体に路線を設定して運行される、バス。高速道路を主体に走行する長距離路線バス、都市間高速バスについては、高速バスも合わせて参照。日本における路線バスとは、国土交通省より、道路運送法に規定される、一般乗り合い旅客自動車運送事業の許可を受けた、路線を運行し、 不特定多数の旅客を優勝で運送するバスである。乗り合いバスとも言う。都市間高速バスや、ハトバスに代表される定期観光バスもこの業態で運営されている。一般乗り合い旅客自動車運送事業における乗り合いバス、路線バスの定義とは、旅客自動車運送事業運輸規則第12条により、所定の発車時刻より前に発車させること、 創発が禁止されているため、停留所に装着した場合は、停留所から乗車する客及び車内に乗客がいなくて、停車して、時間調整を行う。ただし、クローズドドアシステム導入路線で降車のみの扱いとなる停留所に装着した場合は、乗客の降車が済み次第、時間調整を行わずに、所定の発車時刻より前に発車可である。の路線では、起点のバス停から、 利用客の大半が乗車し、あとは途中からの乗車はほとんどなく、降車のみが続く場合が多い。このため、乗客がいなくなった時点で乗務員が勝手に運行を打ち切れ、いわゆるバス停飛ばしが行われることがある。こうして行為が発覚した場合には、所管運輸局から道路運送法に基づく行政処分を受けるほか、地元自治体から補助金を受けて運行している場合、 変換請求が行われる問題も生じる。なお道路運送法上では、あらかじめ所要の手続きを踏まえた上で運行を打ち切ることを可能としている。2015年6月、ヤマト運輸が岩手県北自動車の路線バスを利用した過客混載輸送を開始。2017年9月には国土交通省により、路線バスにおける過客混載の規制緩和が拡大される見込み。 現在の路線バスは、地方都市を中心に、モータリゼーションや少子高齢化、過疎化の進行により、かなり苦しい運営状況に置かれている。このような赤字路線の運営は、貸し切りバス事業の黒字分で補填してきたが、道路運送法の改正で、バス事業の新規参入が緩和されたため加藤競争に陥り、多くのバス会社において、赤字路線を維持できなくなった。 法改正で路線の減便、廃止は基本的に住民同意なしで行うことができるようになり、路線の廃止、減便が相次いでいる。また、経営環境の悪化から倒産する会社なども出てきている。また、鉄道路線等の廃止に伴う代替バス路線の場合、もともと経営が厳しかった鉄道路線が廃止になって代わりに設定された路線が大半。 例外が、名鉄機線の代行バスで、バス転換後も利用者の減少が続いた結果、慢性的な赤字が改善せず、鉄道代替であったはずのバス路線も、また廃線となるケースが相次いでいる。そのため、廃線を回避するために公的資金の投入を受けたり、非正規雇用の乗務員を積極的に利用する、廃止した路線のバス停標識の上にシールを貼って、新路線に使い回すなど、 経費を節減できるところは、徹底的に切り詰めて、どうにか路線を維持しているところも多い。国土交通省では2017年現在、利用者数が1日15人、以上150人以下の赤字路線に対して、地域公共交通確保維持事業により支援を行っている。収益の改善では、車体全体を広告に共するラッピング車両や、空港連絡路線の強化、 地域ごとの分社、運行業務の他社への委託などが行われている。大都市においては、地下鉄路線網の拡充に合わせて、路線網が縮小された地区が多い。その他、大都市においては、渋滞によるダイヤの定時性維持、平均時速1 5トルでダイヤを基本的に組んでいるが大の課題となる。これについては、最近では、バスレーンの設置や公共車両優先システム、 PTPS の導入、名古屋ガイドウェイバスのように、バス専用通路を建設。ガイドウェイバスは、案内機常式鉄扱いのためバス専用道路ではなく、専用軌道となるなど、道路混雑と渋滞により低巡行が妨げられ、安いというバスの端緒を積極的に改善するための試みもなされている。その他、自治体が支援する、コミュニティバスというアプローチも行われている。 東京都武蔵野市のムーバスが成功例として知られる。また、大阪市バスの赤バスのように小型バスによる均一料金での細かな地域への入り込みや、100円バスと呼ばれる形態での利用増を図る地域もある。また、時刻表の配布により利用者が増加した例もある。鉄道会社系のバスはその会社の自動車部門、直営からの分社が多い。 自社直営バスの営業エリアの一部を分離する形での部分的な分社化は1970年代以降、南海電気鉄道や西日本鉄道、京成電鉄などで実施された例があるが、1990年代以降、バス事業を全面的に分社化する事業者が増えている。しかし、労働組合との関係などの事情で分社、子会社化が進まないケースもある。 自社の車両運行に必要な車両整備のために、バス事業者が自社なり関連会社なりで自動車整備工場を所有し、バスの車検も自前で行っていることも多い。専用の整備工場がない場合でも、特定の車庫や拠点を整備して自動車整備工場としての認証を取得し車検、整備、修理や小規模な改造を手掛けるのはこの業界では珍しいものではない。また、 設備、人員の有効利用や売り上げ確保の一策として、自社グループに関係する車両のみならず、地元タクシー事業者、運送業者や一般ユーザーの自家用車、大型自動車などの車検、整備を幅広くかけるなど、路線バスの会社が自動車の整備業、修理業としての一面を持つことも少なくない。また、自動車運転に必要な自動車損害、賠償責任保険や、 自動車保険を中心にした各種保険の代理店業や自動車販売業、ガソリンスタンドなど自動車に関連する様々なビジネスをバス会社が直営していることもある。日本の路線バスにおいては基本的には路線内のすべての停留所に停車する各駅停車がほとんどであるが観光地を抱えている路線や長距離を走る地方路線、都市部において時間帯限定。 朝夕ラッシュ時や昼間時間帯などで特急、休校などの優等種別のバスを運行している路線がある。使用車両については通常の路線バスタイプ、下記参照を使うとこもあれば貸し切りタイプを使うところもあり、路線、運行会社によってまちまちである。休校バスも参照。現在、日本のほとんどすべての路線バスは大型自動車第二種運転免許を持った 運転手一人だけが乗務するワンマン運転のいわゆるワンマンバスとして運行されている。ただし、車両の改装や試運転等で旅客運送を伴わない場合は、第一周運転免許で運転することができる。1970年代前半頃までは、運賃の収受やドアの開閉、踏切などでの安全確認やバックの際の誘導などを行う車掌が乗車するツーマンであったが、 人権費設限のため、1980年代には、ほとんどワンマン運行になった。そのため、現在の路線バス用車両は、基本的にワンマン仕様で、車掌用設備は省略されいる。日本の路線バスの車両の多くは、車両左側の前方及び、中間の2カ所に、ドアが設けられていることが多い。地域や事業者、路線によっては、前方と後方の2カ所に、 ドアが設けられている車両、一部の市、前方一箇所だけドアが設けられている車両、主に地方部、前方、中間、後方の三箇所にドアが設けられている車両、大都市の一部事業者もある。しかし、いわゆるバリアフリーへの対応で、近年ではノンステップやワンステップ車両が導入されるようになり、構造の関係から前方と中間の二箇所に、 ドアがある形態に集約されつつある。前方ドアは運転席の脇にあり、前方ドアを利用する乗降時に運賃の生産がなされるため、生産機、運賃箱が置かれていることが一般的である。座席は多くが進行方向を向いた席であるが、車両左側の前後のドアの間の座席、多くは優先座席は側面を向いていることも多い。乗客数が 特に多い路線では、ほとんどの座席を横向きに設置し、乗車定員を増加させていることもある。かつては、路面と客室の間に大きな段差があり、車椅子や高齢者の利用に難があったが、近年になって、車体や設備の改善も進み、車椅子のリフトアップができたり、乗降時に、 空気圧を利用して車体が下がる仕組みを備えたり、ノンステップバスと呼ばれる車のように客室の床面を低くし、車体前方、中央、ごく一部は後方もの入り口部分に床面との段差をなして乗り降りを楽にしたバスも増えるなど、バリアフリー化が進んでいる。しかし、路線環境などにより車椅子での乗降を断る事業者も少なくない。 またかつては古くなった観光バス車用に、方向膜、運賃表示器、運賃箱などの路線バス用の機器を取り付け、路線バスに転用する例が多かったが、観光バスのハイレッカー化や路線バスのバリア風化により、このような改造例は少なくなっている。近年では、平成十四年三月十六日をもって、運行終了した京都市交通局の定期、観光バスに使用していた車両を、 水族館シャトル、京都駅前梅工事交換アクセス路線に用いた例がある。路線バスでは、道路交通法により原則として、バス停留所、バス停や駅前などに設けられたバスターミナルで乗降する。乗降客が極端に少ない区間等の、特に認められた区間では、バス停以外の場所であっても運転手に合図をすれば、乗降できる、フリー乗降制となっている場合もある。 運賃は、均一料金制の場合、都市部に、多いと、距離に応じて金額が上がってゆく場合、待機路制、区間制とがある。都市部の均一料金制の場合は、運転手のいる、前方のドアから乗車して、運賃を支払い、後方、または、中央のドアから出る、前乗りやと折り先払いが多く採用され、東京都の均一運賃地域や横浜市、川崎市、名古屋市、那覇市、 民間事業者の那覇バス、伊丹市、尼崎市などが該当する。また中小都市や軍部でもコミュニティバス限定で採用されることがある。待機路制、区間制料金の場合は、後方、または中央のドアから乗車し、前方のドアから出る際に運賃を支払う、後乗り前折り後払いが基本となる。国内では全社に比べてこの方式が圧倒的に多く、 ほとんどのバス事業者で用いられていると言っても過言ではない。また、大阪市や京都市、神戸市といった関西の大都市や長野県の松本市、民間事業者のアルピコ交通、旧松本電鉄バスのように均一運賃地域の路線であってもこの方式を採用しているケースも少なくなく、全社に比べて上降の効率に優れると言われる。なお、長距離を走行する。 一般路線バスは乗車時間が長く乗降回数が少なく座席をなるべく多く提供する目的もありトップドア車と呼ばれる前扉のみのバスが採用されていることが多いこの場合で入り口が前扉で共通になっている前乗り前折跡払いとなるが路線によっては運賃先払いの場合もあるさらにアルピコ交通旧座バスのように中扉や後扉がある車両で 目利用しない場合、除雪道具置き場として用いる場合など、中扉や後扉は使用せず、前乗り前折り後払いとすることもある。後乗り前折り後払いの場合、乗車する際に乗車場所ごとに番号が振られた、整理券を取るか、バス共通カードのような実機カードをカードリーダーに通したり、パスモのような IC カードをカードリーダーにタッチしたりして、降車の際に、 運賃表で確認した整理券の番号に応じた運賃を運転席横の運賃箱に入れるかバス共通カードなどで支払う方式がほとんどである。前乗り前振りの場合も同様である。また、信用乗車方式と言われる行き先を運転手に告げ行き先までの運賃を乗車時に運賃箱に入れる方式も存在している。横浜市 A バスの大距離区間や 神奈川中央交通の横浜市内路線、東京米シティ交通、大利根交通などはこの方式で、前乗りやと折り先払いである。また、現在も採用している路線は、非常に少ないが、整理券を取らずに乗車し、降車時に乗車停留所を告げて、運賃を支払う方法もある。特殊なケースとしては、営業運行中に途中停留所を境に、 上降方式が変わる路線も過去に存在しており、神奈川中央交通山と営業所、現在は神奈川中央交通東へ、遺憾が運行していた町71系統が、開していた。この路線は、町田バスセンター、東京都町田市と中山駅、神奈川県横浜市緑区を結んでいたが、途中の青葉台駅、同市青葉区を境に、町田側は、前乗り前折り後払い、 公式、中山側は、前乗りや折り先払い方式として運行していた。他の公共交通機関と比較する、長距離高速バスである、グレーハウンドが有名だが、都市間輸送は、バス、列車、飛行機がしのぎを削るボスとニューヨークワシントン D、シーマなど一部の区間を除いて、ほぼ飛行機の独占場である。ニューヨークやロサンゼルスなどの大都市や、地方の都市部では、 都市内や都心と郊外を結ぶ路線バス、トランジットバスが多く設定されており、多くが1ドル25セント5ドル程度の運賃で運行れている。同一交通局内のバス、地下鉄、ライトレール、路面電車への乗り換えには、1から2時間有効な乗り換え券が発行され、追加料金は発生しない。車体のフロントにバイクラック、自転車取り付け台があるバスもある。 ニューヨーク市などごく一部の大都市の例を除き、都市内近郊の路線バスの主な利用者は、自家用車を所有できない貧困層である。都心部での公共交通機関の利用を促すために、大都市郊外のバスターミナル、地下鉄駅には、無料駐車場を併設しているところも多い。米国では通勤交通費の支給は一般的ではないが、駐車場コスト削減のために、 交通局と契約を結んで従業員のバス利用を無料にする企業もある。アメリカの中では例外的に一般住民や旅行者にも広く使われるニューヨーク市都市交通局のバスは同市の地下鉄と同様に24時間運行され料金は均一体系である。同市内には12,499カ所のバス停があり全てのバスが障害者 車椅子のための昇降機を備えている。アメリカ各都市における都市内バスの年間利用者数2004年は以下の通り。都市内交通機関として路面電車とともに路線バスが設定されている。都市内への自家用車の乗り入れを抑制、パークライドするため都心部の限定された区間では無料で利用できる施策が割れている都市も多い。また、 ロンドン名物の二階バスが有名であるが2005年12月9日、車椅子では乗り込むことができず、障害者に配慮した公共交通機関を2016年までに整備するよう求めた州連合 EU 統一基準はクリアできない等のバリアフリーやなどの問題から旧型車は一般用としては姿を消した。しかし観光用としては走っている。 韓国の路線バスにもかつて車掌が転乗していたが今ではワンマンバスが主流になっている。路線バスは乗客自身が料金を支払うという意味で自立バスと称されたこともあった。路線バスには一般バスとは別に原則として座席数限定で乗客を受け入れる座席バスの区分がある。所得水準が低い上に 鉄道網が十分に整備されていない国が多く、都市内交通、都市間輸送ともバスが主体の国が多い。料金徴収のため、車掌が乗車している国もある。使い込まれた整備状況の悪い車両が多い上に運転が荒く、特に東南アジアでは、未舗装の悪路を高速で飛ばすことや、無謀な追い越しを行うことが多いため、危険性が高い。国によっては、 屋根の上まで乗客が乗車したり、バス停以外の場所で乗客が飛び乗ったりするなど、現在の日本では考えられない状況も見られる。しかしながら、一般市民が手軽に利用できる交通手段がバスしかないことも多い。東南アジアやインドでは日本で使われていた路線バス車両が払い下げられて使用されている例も見かけられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。